マナサス、マナサスはアメリカ合衆国バージニア州の独立市であり、プリンスウィリアム軍の領域内に入っている。2010年国勢調査での人口は37,821人だった。経済分析局は統計処理の目的で、マナサス市、マナサスパーク市と共に、と、プリンスウィリアム軍を結合している。マナサス市はワシントン大都市圏の一部である。 1861年南北戦争では最初の大きな陸上戦闘である第一次マナサスの戦い、別名第一次ブルランの戦いが死の近くで行われた。1862年8月28日から30日には第二次マナサスの戦い、別名第二次ブルランの戦いもこの近くで戦われた。当時マナサス決接点は 鉄道の交わるところというだけでなく、リッチモンド、ワシントン DC 及びシェナンドー渓谷につながる、鉄道があるために、戦略的に重要な地点だった。これら二つの大きな海戦で、南軍が勝利したにもかかわらず、マナサス決接点は戦争中の大半、北軍の支配下にあった。この決接点は、南北戦争後に成長して1873年には、調整を敷いた。 1892年にはブレンツビルに代わってプリンスウィリアム軍の軍庁所在地となった。1975年には独立市になった。現代ではマナサスの発展はワシントン DC 郊外としての位置づけに強く影響されてきた。そのために交通とアーバンスプロール現象が大きな問題になってきた。1993年、ジョン・ボビットと ドリーナ・ボビットの事件が起こり、彼らは市内には住んでおらず、マナサス・パーク市に近いところに住んでいたにもかかわらず、マナサス市が評判になった。別々の裁判、ジョン・ウェイン・ボビットは強姦罪、ドリーナ・ボビットは暴力犯罪が、マナサス市内にあるプリンス・ウィリアム軍裁判所で行われた。2002年10月9日、ベルトウェイ狙撃事件の11番目のものが、 マナサス市外で起こり、53歳のディーン・ハロルド、メイヤーズがプリンス・ウィリアム軍の週刊高速道路66号線、近くサドリー道路沿い佐野湖のガソリンスタンドでガソリンを入れている時に撃たれて死んだ。2005年10月、マナサスはアメリカ合衆国では初めての電力線を使った広範囲のブロードバンド送信、電力線搬送通信を行った場所になった。 現在、市民には月30ドルで10メガバイト、新サービスが提供されている。マナサス市は、北緯接市38度45分5秒、整形77度28分35秒に位置する。マナサス市には、週刊高速道路66号線、アメリカ国道29号線及び、バージニア州道28号線が通じている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.0平方マイル、このうち陸地は9.9平方マイル、水面は0.04平方マイルで、水域率は0.20%である。マナサスの姿勢は、姿勢委員会の仕組みを使っている。現在の委員長は、ローレンス・ヒューである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 基礎データ。人種別人口構成2005年時点では、ヒヒスパニック白人は、人口の56.8%、アフリカンアメリカンは13.3%、ネイティブアメリカンは0.5%、アジア人は3.8%、ラテン系は25.6%だった。年齢別人口構成、世帯と家族、体制対数収入と家計。 2007年時点で地元のヒスパニック系指導者はマナサスのヒスパニック系社会が約2万人から3万人に成長したと推計しているその他の市民集団は不法入国者の数に関する心配を表明しているマナサスに入ってくる不法入国者の正確な数字は分かっていない2008年10月時点でマナサス市警察は12月1日から逮捕された 全員の滞在状況を調べると宣言した。この政策は周辺のプリンスウィリアム軍と協力して行われることが意図されている。警官は中法や地元の法を課した角で逮捕された者、すべてに移民の状況を尋ねることになる。プリンスウィリアム軍と同様に警官はある人物が不法に国内にいると考える理由があれば逮捕の前にその人物の滞在状況を尋ねることが できることになる。21世紀になって、マナサス氏は1999年以降犯罪が全体的に増加した。2006年の総犯罪指数は10人10万人に対する犯罪数307.3だった。1999年の指数は223.5だった。アメリカ合衆国の全国平均は320.9だった。 マナサスの暴力犯罪の比率は、バージニア州平均よりも高く、アメリカ合衆国南部の郊外地域に典型的なパターンになりつある。CNN のマネーマガジンによれば、人身に関する犯罪は、住民1000人当たり5件となっており、最も良好なところの平均ではこの数字が1.3である。マナサスでの窃盗犯罪は、住民1000人当たり31件となっており、 最も良好なところの平均ではこの数字が20.6となっている。マナサスに出入りする主要道路は、バージニア州道26号線と234号線であり、週刊高速道路66号線とアメリカ国道29号線が近いが市内を通っているわけではない。マナサス地域空港はほとんど市域内に位置している。マナサスはマナサス欠接点として、 街が始まっており、そう名付けられたように、オレンジアレクサンドリア鉄道とマナサスギャップ鉄道の交わるところだった。オレンジアレクサンドリア鉄道は、アレクサンドリアからマナサスを抜けて、南に向かいオレンジに至る線を所有しており、一方マナサスギャップ鉄道は、マナサス結節点から、西のマナサスギップを抜けて建設された新しい線だった。 現在の鉄道線はほぼ当初の経路に従っており、ノーフォークサザン鉄道が所有している。アムトラックとバージニアレールウェイエクスプレスが、ノーフォークサザン鉄道が所有する線路を使って、市と周辺地域へ定時運行と通勤用運行を行っている。カーディナル線とクレセント線というアムトラックの2線は、それぞれ西と南から列車を運行している。カーディナル線は、 シカゴが終点であり、クレセント線はニューオーリンズが終点である。バーコとバージニア急行鉄道、バージニアレールウェイエクスプレスバージニアレールウェイエクスプレスはアレクサンドリアとワシントン DC への通勤手段として大変人気がある。マナサス市にはマナサス公立学校制度がある。5つの小学校、1つの中学校及び1つの高校がある。2006年9月5日。 メイフィールド中学校が開校し、5年級登録、年級の生徒を教えている。プリンスウィリアム郡公立学校地区の中のいくつかの学校は、マナサスの住所を持っている。マナサス市外の領域を受け持っており、地域の外に位置している。マナサスの近傍には、ジョージ・メイソン大学、北バージニアコミュニティカレッジ、イクッピー工科大学及び、ストレイアー大学の分校がある。 これらのいくつかは、プリンスウィリアム軍の領域内にあって、マナサス地域から外れているが、北バージニアコミュニティカレッジやストレアー大学はその、文校を、マナサスキャンパスと読み入る。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。